はい、今回はですね、流山市にある樹齢400年を超えるね、しだれ桜があるところにね、行ってみたいと思います。今回も元ブログの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、国道6号線、からね、始まっております元ブログなんですけども、ここに出るまでがね、めちゃくちゃ混んでましたね。やっぱり柏市とかね、あの辺はダメですね、混んじゃってね。まあそんな中ね、かなり天気のいい状態なんですけど、例年ですとね、先ほど言ったね、しだれ桜ももう満開の時期なんでしょうけど、今年はね、ちょっと寒い日が多かったんで、全般的に桜遅れてますよね、ソメイヨシノとかもね。で、今から向かっているところもね、3日だか4日ぐらい前のツイートを見る感じだとまだ咲いてなかったと。で、2、3日以内には咲き始めるんじゃないかという、ツイートを見かけてね、出てきているんですけど、まあ、満開の時期にはね、ちょっと伺える都合がつかなそうなので、まあ、ちょっと早くてもね、場所のご紹介とね、その木の大きさっていうのは伝えられると思いますんでね、その辺をね、お伝えできればなと思っております。で、このしだれっていう種類ってね、やっぱりこう街中でね、そんなに見かけなくて、お寺さんとかね、神社に多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。なかなかこう樹齢300年400年っていうね、大きな木の桜ってもうね、こうなんだ、弱ってきてしまっている木とかも多くてね、あのいろんな支えがあったりしながらね、こう一生懸命咲いてる姿っていうのがね、個人的には結構好きなんですよね。ツイッターとかね、とかでも以前紹介したこともありますけどね、吉高の大桜っていう山桜ね、一本桜、あれもね、ほんと見事なんですよね。国道464号線の方からね、行ってちょっとね、入ったところにあるんですけど、毎年ね、その吉高の大桜っていうのはこう満開というか、見頃がね、1週間もない桜なんで、本当の見頃っていうのは多分3日とかそれぐらいしかない貴重なね、桜なんですけど、咲く時期になるとね、周辺の道路をね、進入禁止にしてね、こう桜をね、見学するね、期間を設けるなんていうね、素敵な桜もね、ありますね。でも個人的にはね、その吉高の大桜ももちろんとんでもない大きさでね、とても綺麗で好きなんですけど、去年一昨年ぐらいからね、今から向かっていく清流院さんというところなんですけど、そこのね、このしだれ桜もかなりお気に入りでして、結構毎年楽しみにしてるんですけどね、ちょっとね、なかなかこう一番いい時期に当たったことがまだないんですよね。まあ今回もね、間違いなく一番いい時期には当たらないんであれなんですけどね、楽しみにね、向かわさせていただいております。ソメイヨシノの開花がさ、こうすごくバラバラな感じがするんですよね、場所によってね。あの同じような地域なのにこう満開になっている通りがあったりとかね、全然まだまだつぼみばかりの通りがあったりなんていう感じでね、ちょっとなんかこう例年とは違ったね、咲き方をしているというね、イメージが個人的には湧いております。はい、というわけで正面にあるのが清流院さんですね。やっぱりちょっと咲いてなかったな、つぼみだったね。このね、今右斜め正面ぐらいにあるのが先ほど言っていたしだれ桜なんですが、この今ね、目の前にある大きな木がね、しだれ桜なんですけど、ね、画像の方は後ほどね、咲いている状態のね、画像を載せさせていただきます。ちょっとね、今年は別動画も空振っちゃってるんで、ちょっと空振りが多いんですけどね、場所とね、こんな感じですよっていうのがね、お伝えできればなと思って動画の方をね、配信していきたいと思いますんで、もうちょっとね、見どころはなくなってしまいますが、ご容赦いただければと思います。
はい、というわけでね、セリンさんのしだれ桜には予想通りというか、なんとなく分かっていた通り振られてしまいましたがね、場所のねご案内にはなると思いますんでね、ちょっと絵面的には全然ねあれでしたけども、皆さんがねこういうところに桜があるっていうのがね分かっていただければね、自分の動画の本意なんで、その辺はねそのまま公開させていただきたいと思うんですが、ね、これだけだとねちょっとやっぱり寂しい動画になっちゃうんで、もともとねもともとなんですけど、もともともう一箇所行こうと思っていたんで、次はねもう絶対に裏切られない桜にね行きたいと思うんですよ。まあこの通りもしかしたら覚えてらっしゃる方もいるのかなと思うんですが、まああのねクレープのねさくらさんの動画に向かった時の道路ですね。ということでね、裏切られないさくらさんですねクレープをね食べて帰りたいと思います。なんかパフェもやってるみたいですね。ありがたいことにね動画前回配信させていただいて、その後ね動画を見て行っていただいた方っていうのがいらっしゃるようでね、さくらさんの方からお礼のコメントをいただいたんですけどもね、大変恐縮ですね。行っていただいた方もね本当にありがとうございます。いろんな場所でね営業されてますんでね、ぜひね美味しいクレープとかね、最近はピラフなんかも平日限定でやられているようですけどもね、そちらもねぜひチェックしていただきたいなと思います。ちなみに私動画でいろんなキッチンカーさんとかお店の方とかね、ご紹介させていただいているんですけど、基本的に自分で食べて美味しいなって思ってね、皆さんにもこう紹介してね食べてみてほしいなと思ったところしか紹介してませんので、まあもちろんね個人的な味覚っていうものが入ってきちゃうんで、まあ私が美味しいと思ったからといってね見ていただいている方も美味しいとはもちろん限らないんですけど、営業的にねただ単にこうなんだろう自分で思ってもないのに美味しいとかね、そういったところを紹介するっていうことは私はありませんので、なんていうんだろうね、その辺は期待していただいてもいいかなと思っております。ね、紹介してるところにはね行っていただいてこう試していただきたいですね。美味しいところばっかりなんでね、本当皆さん美味しいものを売られてますんでね、期待していいんじゃないかなと思います。はい、というわけでマルキ松戸到着ですね。さくらさんがいるとこね、前回の動画でもご紹介した場所ですねに到着いたしました。邪魔になっちゃうから前止めようかな。なんか新しいのできてるなんか写真スポットみたいになってるね。面白いんじゃないかなこれ、写真撮るに良さそうですね。こんにちは。あれまた奥さんだけですか。いたこんにちはちょっとコロナかかっちゃったんでしばらく来れなかったさ本当ですか。もう大丈夫ですか。もう全然大丈夫です。でも今回なんか症状が軽いみたいです。最初の2日3日ぐらいですね、きつかったの自分はどうしようかな。パフェもあるんですよね。そうなんですよ、もうあったかくなってきたんで、そろそろクレープの売れ行きが美味しそうなんで。マジっすかパフェは何が入ってるんですか。パフェは基本的にはあれなんですよ、クレープと一緒ですか。そうですね、いちごがいちごジャムと、いちごと上にジャムと練乳で、こっちが、まあ、バナナと、まあクレープそんなには変わらないですけど、いちごパフェで。はい、あれ今日あんまり時間ないんですか。あ、大です。よかったらあそこのブースで、はい、お聞きください。あとこれ言ってたステッカーっす。ああ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。やっと持ってきました。すみません。ちょっと塗装しちゃった時。そうですよね。一回ちょっと剥がしちゃったんで。言ってましたもんね。はい、今回パフェですね。
いちごのクレープの中身とは似てるらしいんですけど、新商品頼んでみました。いただいてみたいと思います。あ、マルボンさんにしちゃうの。そうだね。うん、めちゃくちゃうまい。やっぱいちごが最高っすね。おすすめです。はい、というわけでね、クレープさくらさんでしたね。相変わらず美味しいいちごをいただきました。今回ね、新作のパフェいただいたんですけど、まあ、どうもね、やっぱり暖かくなってくるとクレープの売れ行きが落ちるっていうことで、新作のパフェはね、しばらくの間、夏過ぎぐらいまではやっているんじゃないかという話でした。いちごとね、練乳とバニラアイスとね、とっても美味しいパフェなんでね、まあ、クレープももちろん美味しいですし、パフェも今回ね、かなりおすすめの一品に加わりましたんでね、ぜひね、パフェや、クレープね、まだ他にもいろんなメニューありますけども、この辺をね、ぜひ一度食べていただきたいと思います。ということで今回は、樹齢400年を超えるね、しだれ桜清流院さんのね、場所のご紹介と、相変わらずね、美味しいスイーツ、クレープさくらさんの、ご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。